これは横に削る専用のヤスリなんですよ。はあはあ、ちょっとだけ削りたい。これってね、内側も削れるんですか？そうなんですよ。ファクトリーギアのまた別チャンネルというか、工具屋てっちゃんねる。そうですね、工具屋てっちゃんっていうチャンネルで、で、はい、あのかなり有名な工具に詳しいてっちゃんさんにまあ今日いろいろ見たんで、なんか面白いものを見せてもらおうかなということで、はい、そうですね、だいぶちょっとマニアックなんですけれども、マニアックいきましょう、はい、坪さんさんっていうね、ヤスリのメーカーで、まあ、ブライト900とかこう有名なんですけど、はい、これあんまり見たことないんじゃないかなという。めちゃくちゃちっちゃいですね。はい、めちゃくちゃ小さくって、これ実はヤスリって縦にこう削るじゃないですか。そうですね、だけどこう横に削りたいなっていうふうに思ったことあると思うんです。あ、まあ、例えばこういうようなこうバリを取るときとか、はい、でこれは横に削る専用のヤスリなんですよ。早いですね、こんな感じで。で、これ面白いのはですね、僕右利きなんで、はいはい、こうなんですよね、はい、左利きの人どうするんだと、ほうほう、左利きの人は回るんですよとか、へえ、はい、左利きの人はこうと、優しいですね、あ、優しいという、かゆいところまで考えてる、まあ、はい、まあ、好みでね、引くより押すのがやりやすい人もいるかもしれないですけど、まあ、右左向きがあるのと、これ半丸、まあ、こういうパイプの内側なんかはこういう半丸がやりやすいでしょうし、まあ、外側はこういうような左、まあ、こちらも右利き用と左利き用とあります。え、これ、ね、それはすいません、はい、平の横ヤスリ用になるってことですか？そうです、平の横ヤスリです。ほほほ、うーん、すげえ、はい、こんな感じで平でこうやりたい場合ですね、まあ、こっちを使ってもらったりとか。さっきの半丸は外は無理なんですか？これ外もできますよ。あ、やらできます、ね、はい、できます。まあ、僕らそんなめっちゃ機械がないから、はい、この半丸1個持っといたら、ね、中も外もいけますね。そうです、そうです、そうです。だからまあ何本もなくてもね、これでいいですね、はい、もうすげえ。どうしても僕らこう縦ヤスリでずっと塩ビ配管もやってたんで、はい、時間的な効率でいうとこれの方が絶対早いですもんね。そうなんですよ。で結局縦ヤスリだとよく削ってしまう、はい、深く削るところと浅く削るところと均一にならないじゃないですか。これだったら均一に面取りができるんで、はい、さすが工具好きのプロということで、早速面白い商品にしてもらいました、はい、ね、マニアックな商品です。爪切り、これですね、これ、まあ、はい、カンナ、爪切りなんてカンナなんですよ。ヤスリです。ヤスリなんですよ。で、はい、このこうやってこう爪削るとですね、このこの中にカスが入るんですよ。あ、中に入るっていうのは。そうです、そうです、収納していく。そうです、この中に、はあはあ、あ、散らばっていかないんですね。そうなんです、そうなんです。爪ヤスリだとこうボロ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 出るじゃないですか、はい、ですけどこれだとこの中に入るんで、カバンの中にこれ入れておいてもらえればどこでも行けるし、飛行機の中の機内持ち込みも OK。 あー、すげえ。あ、金属やけど、はい、刃物ではないんで、はい、はい、でありますもんね。そうです、そうです、そうです、削っていったら割れるところで、形に整えれますし。そうなんです、そうなんです。だからあとは小さいお子さんとか、なんかちょっと怖いじゃないですか、爪切ったりする、そういう時とか、はい、ペットとかそういうのにもこう使えるというヤスリつながりでね、マニアックな、はい、これもまあ坪さんから仕入れた商品、ね、これもちょっと気になってたんですよ、この角度ついてるやつ。気になってましたか、はい、はい、どういう時に使うのかなと。これこのタイプはですね、こう2種類ありまして、はあはあ、このクランク型と船型っていうのがありまして、はい、こうヤスリ、例えばこう平面を削りたい時って、こうまっすぐなやつだとこうどうしてもこう斜めになっちゃって手が当たらないじゃないですか、はあはあ、手が当たってこう削れないんですけど、はい、これだったらベントタイプなんで、ああ、はい、はあ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 、平たくできると。おそうですね、これだとここの面削りたいとき手が邪魔で削れないですね。でもこれだったらこう、あ、僕らやったら何やろ、塗装を剥がさなあかんとかそんな時かな。うん、で丸もあるし。そうですね、まあ、工業用が多いなんでね、ヤスリはどうしても、はい、まあ、電気屋さんですと使うかどうか分かんないです。これはこう船型なんで、はい、こうちょっとしたこう出っ張りをちょっとだけ削りたい、はあはあ、ちょっとだけ削りたい、これだと多く削ってしまう、まあ、こっちも多く削ってしまうので、これだとこの部分をちょっとピンポイントで削りたい。これってね、内側も削れるんですか？そうなんですよ、ここも削れる、こういうふうに。これね、僕らね、はい、こういう鉄の配管に塗装がされてて、はい、ラジアスってやつでね、はい、
こうカチャッとつけるやつあるんですけど、はい、塗装が乗ってたら金属に電気が、うん、アースが落ちにくいんで、あ、そこを削るんですね、はい、塗装をね。これめっちゃやりやすい、絶対やりやすい、はい、こういう感じです、はい、うわ最高。みんな苦戦してるんですよそれ大体。そうなんですか、はい、でこれがこれ今5本組っていう、まあ、一般的なあのタイプの長さなんですけど、はい、これだと長すぎるっていう場合は、おお、こういう短いのもあるんですよ。これだともうほんと手の中に入るんで、もう狭いですわ、最高をできるっていう。これはラジアスに持ってこいです。ありがとうございます。ね、はい、はい、これおもろかった。そしたら次、うん、はい、あの僕ら電気屋で使いそうなおもろいものってありますか。そうです、ちょっと変わったところ、ドイツの工具メーカーでハゼットというブランドがありました、はい、そこのカッターですね。ちょっと黒色でかっこいいと。かっこいいですね、はい、とりあえず面白くしたいです電気屋を。